バンダイワンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。スープ作家の有賀薫です。今日は夏休みの自由研究にもぴったり、色が変わる不思議なスープを作ってみましょう。料理を始める前には必ず石鹸で手をよく洗って、エプロンと三角巾をつけてから始めましょう。材料は紫キャベツ、マッシュポテトの素、塩、それからレモンと重曹、水を使います。まず紫キャベツを刻んでいきます。紫キャベツは細切りにします。切った紫キャベツを鍋に入れます。そこへ水を注ぎます。紫キャベツが全部浸るぐらいの量を入れてください。そして火にかけます。沸騰したら中火で5分ほど煮出すと、紫キャベツの色がお湯に移って綺麗な紫色になります。マッシュポテトの素に先ほど作った紫キャベツを煮出したお湯を注いで、紫色のポタージュを作りましょう。3回ぐらいに分けて入れましょう。今状態としてポタージュの感じとしてはこんな感じですかね。紫キャベツのポタージュができたら、いよいよ実験をしてみましょう。こちらに用意したのはレモンを絞ったレモン汁です。色はちょっと黄色っぽいですね。これをこの紫キャベツのスープに入れたらどうなるかを試してみましょう。それではこのレモン汁をストローで少し取って、このスープに垂らしてみます。さあどうなるんでしょうか。色が紫から赤に変わってきました。さあレモン以外でも色が変わるものがあるんでしょうか。これは重曹をお水に溶かしたものです。色は、透明ですね。これをさっきと同じようにストローで取って垂らしてみます。さあどうなるでしょう。今度は青くなりました。レモン汁と重曹の、水溶液、どちらでも色が変わったと思います。これは紫キャベツのアントシアニンという色素がレモン汁の酸性、それから重曹のアルカリ性で化学変化を起こして色変わりしたんです。色が変わることが分かったら、ここからはスープの上に楽しく絵を描いていきましょう。を作ってみましょう。綺麗にできたら写真に撮って投稿してみてくださいね。